はい、どうも皆さん、こんにちは。カズバンでございます。今日はね、商品提供を受けておりまして、それについてちょっとお話しさせていただきたいと思います。ということでね、僕がこの数ヶ月間ね、激務にを重ねてね、 YouTube をほっぽり投げてる間に、実はね、面白いお誘い何件もいただいてて、楽しそうなお話いっぱいあったんだけど、まあね、仕事でね、全然 YouTube に避ける時間がなくて全然できなかったんですけど、その中においてね、年末年始頃の投稿になってもいいですよって言ってくれたメーカーさんございまして、サウンドピーツっていう会社の Go Free 2 ワイヤレスイヤーバッツってことで、 Bluetooth のイヤホンですね。こちらを提供いただきました。サウンドピーツのイヤホン、昔使ってたことあるんですよ。で、新しいイヤホン使ってみませんかっていうお話いただいて、わ、サウンドピーツのイヤホンなんだと思って、ちょっと使ってみたいなと思ってたのが、これをね、いただいたきっかけでございます。実はね、もうね、サウンドピーツってね、めっちゃ安いのに、すごくね、音質が良かったっていうね、思い出がね、めっちゃあるの。なんかね、ホコリかぶってるわけじゃないんだけど、なんかね、ちょっと白いこう、つぶつぶみたいなのがついてて、なんかマットな質感でね。で、今回のこのイヤホンね、オープン型のイヤホンなんですって。耳をこう、塞がないタイプのイヤホン。僕そういうのちょっとね、まあ今まであのメガネ型のイヤホンっていうのは一回ね、買ってみたことあるんですけど、メガネの、ツルの部分にね、スピーカーがついてるっていうタイプ、骨伝導のね、スピーカーがついてるっていうタイプの、なんかメガネ型イヤホンみたいな一回ね、買って使ったことはあるんですけど、それと同じくこう耳を塞がないで使えるっていうタイプのイヤホンみたいです。今現状使ってるのがこちら。僕の持ってるイヤホンの中で一番新しいのが、この、Galaxy Z Fold 5、今撮影してるこの、スマホですね。スマホに、無料の特典としてついてきた、Galaxy Buds 2っていう、こんなやつ。これを、使ってます、今。これの前何使ってたのって言われたら、これのスマホの1個前に持ってた Galaxy Z Fold 3についてきた、またしても同じ、Galaxy Buds Pro っていう名前だったかな。こんな感じのやつ。うん。Galaxy Buds Pro と僕が今回もらった Galaxy Buds 2っていうのは、まあ当然こっちの方がちょっと古い、まあ昔にもらったものだから古いんだけれども、大きさがね、全然違うの。なんか全然大きさがね、違うんですよ、こんな感じで。だから Galaxy Buds Pro よりも Galaxy Buds 2の方が形が小さくていいかなーぐらいの。この2つの前何使ってたのって言われたら、カナダにいる時に、外国にいる時に、これジャブラっていうところのイヤホン使ってました。これジャブラのイヤホン。このジャブラのイヤホンは何がすごいって、ジャブラって、このね、イヤホンの売りどころは、ヨーロッパ地方のコールセンターとかの電話機にもすごい使われてるメーカーなので、電話機としても有名。そして、補聴器のメーカーとしても非常に有名っていうところで、マイクの声を、僕が喋ってる声をマイクで拾って、それを相手に伝える。だから、なんか、なんていうんですか、オペレーター的な感じの機能が、これはね、4マイクアレイで入ってて、すごく、電話、LINE 電話とか、あと普通の国際電話とかもそうですけど、その電話が非常に快適にできるイヤホンですよっていうのが売り出しだったんですよ。で、僕、海外にいたんで、日本の人とかね、あといろんな人と電話するのに、これだったら長電話しても、相手に声がクリアに伝わって、楽しくお電話できるんじゃないかと思って、すっごい期待してこれ買ったんです。したらね、全然これダメだったの。相手にね、僕の喋ってる声が小さくて、全然相手に届かないっていうね、ほんとね、安物買いでもなかったんだけど、そこそこ高かったんだけど、高物買いの銭打ちしないじゃないけどね、非常にこれね、がっかりしたんですよね。まあ、音質は正直ね、ジャブラにしても、ギャラクシーのね、プロにしても、プロバッツ2か、バッツ2にしても、これ3つね、どれもね、そんなに大きく変わらない。ちょっとだけ、バッツの方が、ちょっとだけ音質いいかな、ぐらいの。なんていうんですか、これデジモノっていうのは基本的に新しくなるほど、音質はちょっとずつ良くなるのが多いと思うんで、やっぱりちょっと音はこれ悪いですね。古いなりの音。で、このジャブラの前何使ってたのって言ったら、サウンドピーツだったんですよ。で、ちょっと今ね、サウンドピーツのイヤホンはね、どこ行っちゃったんだろうな。カナダには持ってったんですよね。もしかしたら、ホームレスとかにあげて帰ってきちゃったのかな。探したんだけどね、出てこなくて、サウンドピーツのイヤホン。これ送ってもらったメーカーさんから、うちのおすすめポイントみたいなのはね、
いただいてるんでございますけれども、コスパってあるんですよ。つまり安いの、サウンドピーツって。だからコスパってあるぐらいでね、サウンドピーツのイヤホンすごい安くて、したらめっちゃ音良くて感動したの覚えてるんですよね。腰抜かしちゃったよ、だって。安いからさ、それなりの音質かなと思ったら、まあ、高音質でさ、何万円と何数千円ぐらいの違いだったから、いや、こんなに違うとはと思ってね、俺もうこれも中華人民共和国ってマジですげえなって思った思い出のメーカーなんですよ、今回この商品提供を受けたサウンドピーツ。で、今回のこれは、LDAC コーデック対応ハイレゾ認証取得ということで、なんか多分音質がいいコーデックが入ってるんでしょうね。コーデックっていうのは、これ今時のイヤホンってこれ無線じゃないですか、みんな使ってるイヤホンが。これ無線ってことは、こっちの電波とスマホ側の電波でやり取りして音が初めてこっちに流れてくるわけなんですよ。古い Bluetooth イヤホンがなんで音質悪いかって言ったら、その無線通信の規格が古いから音質が悪いっていうのもまあ一部あるんですよ、現実としてね。こういうの無線通信の規格とかも、ほら Wi-Fi も今 Wi-Fi6 とかね、 Wi-Fi5 とか Wi-Fi7 とかって Wi-Fi8 みたいな、どんどんこの無線の規格もどんどん良くなっていくじゃないですか。それはこの音質、音の Bluetooth イヤホンだってそうで、結局無線でこう機械と通信してるわけで、その無線の内容の、通信のなんていうんですかね、そのやり取りのやり方がどん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 技術が進歩してきて音質が良くなってるっていうのもね、実際はあるんですよ。で、その根本のスピーカーの部分は 16.2 ミリのダイナミックドライバーを搭載ということで、ここがイヤホンになってるんだ。イヤホン。音が出る部分なんでしょうね。ここが音が出る部分みたいなんですけど、ここの奥に、1.6 センチ、16.2 ミリだから 1.6 センチのスピーカーが、乗っかってると。で、スピーカーっていうのは基本的にでっかければでっかいほど音良くなりますからね。だから、ライブ会場とかに行ったらもうね、もうすんごいでっかい丸のスピーカーで、ブン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 ってなってるじゃないですか。低音補強アルゴリズムが入ってるんで、多分低音が結構ちゃんと入ってくるよって。で、デザインはこれ耳を塞がないって、これどうやってつけるんだろうね。耳をこうやって、こうみたい。ほんとなんか何もつけてないみたいな感じ。ただ、この耳の耳介って呼ばれるこれ、耳タブあるじゃないですか。耳タブの上のところにこう引っ掛けてるみたいな。で、ノイズキャンセリングがついてるよと。自分の声を電話とかで相手に伝えるときに、相手が聞き取りやすいようにノイズをキャンセリングしてくれるっていう。自分がキャンセリングされるので、相手にためにキャンセリングするみたいなノイキャンですね。で、Bluetooth 5.3、低遅延ゲームモード。Bluetooth って無線で通信してますから、ちょっとね、遅延が入るんですけど、それを、ちょっと抑えるようなモードがついてるんでしょうね、きっと。Amazon を開くと、セールでね、6698円、安っ。で、400円オフのクーポンがついてて、で、さらにね、今回これ商品提供を受けた時に、特別に概要欄の方に貼っときますけど、5% オフのクーポンコードをもらってますんで、これをね、多分入れていただきましたら、さらに、さらにお手頃に買えるんじゃないですか？あ、すごい寄ったらこれすごいよく見えるね。こんな感じです。こんな感じ。このピロンっていう鶴の部分が耳の裏、耳介の後ろのところに隠れる感じ。表面に見えるのはこんな感じ。で、この上とかについて、これ多分マイクなんでしょ？きっと。マイクだと思いますよ。マイクとか、あとここにもスリットついて、これもマイクなんじゃない？きっと。何マイクアレイ、これ3マイクアレイとかなのかな、ちょっとわかんないですけど。で、この内側にあるこれが、イヤホンと、イヤホンの部分ですね。で、ここの電極の部分が、この蓋にカチョンとなると充電してくれるよっていうことだと思いますね。充電器の方もこれ緑色に光りましたね。しまって、ほら。はい。ということでね、このアフレコ収録段階で、だいたい3日間ぐらいですかね、ちょっと使ってみました。まあ、一番気になるところはね、やっぱ音質面。まあ、イヤホンですからね、音質面が一番気になる方が多いんじゃないかなと思うんですけど、音質の前にですね、まずこの耳にかけ心地ですね。耳にかける感じがどうしてもこう、耳介の、この耳タブの上の部分で保持するような形になるんですよ。なんで、なんかこう、耳にはめているというよりは、
耳に引っ掛けて乗せてるような形になるんですよね。まあそれがこのオープンイヤー型のヘッドホンっていうところにもつながっていくんですけれども、ジョギングとかね、運動とかには使えないですね、これは。本当、重力に逆らうような、こう、ちょっと首を強く振ったりしても、ポロンって落ちてしまいそうなぐらい保持力はないです。したがって、耳の穴とですね、このイヤホンの本体の間にはその広大な隙間があります。耳の穴とスピーカーの間に隙間があると、そこからどんな音が、最初に減衰するかっていうと、低域なんですよね。高域は結構減衰しないで耳の方に届いていくんですけど、低域の方はその生まれた耳の穴とイヤホンの本体の隙間からスイ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 逃げてしまいます。音が逃げていってしまうので、かなりシャリシャリな感じの音になりやすいんですね。その構造的デメリットを補うために、このイヤホンには低域をね、こうエンハンスするようなモードがついておりまして、その低域をエンハンスさせるっていうことができるので、そんなに過度にシャリシャリではないんですが、小さい、もともとイヤホンのスピーカー小さいものですから、耳にかける程度の大きさのものなんで、それを小さいイヤホンのスピーカーにもかかわらず低域をエンハンスさせすぎるとどうなるかっていうと、音が全体的におかしくなっちゃうんですよ。なので、このイヤホンの場合、だいたい音量で言って6割以上の大きい音、60%以上大きくすると、全体的にこう、音がですね、壊れていってしまうような感じ。逆に言えば真ん中中音ぐらいまでの音量であれば、低域もある程度入るというような感じですね。したがってですね、静かな室内ですとか、あんまりうるさくないような屋外では、十分そのスピーカーとしての性能を発揮できるんで、音質的にも申し分ないんでございますけれども、結局隙間が空いてますから、耳の穴に。隙間が空いてるんで、外が騒がしい環境だと、音を聞き取るために音量を上げなきゃ聞こえないんですよ。周りの雑音、シグナルノイズ比っていうんですけど、ノイズの方が高くなると、聞きたいその音楽とかね、電話の声とか、そういうのが、どん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 かき消されてしまうイヤホンですので、音量を必然と上げないと聞こえなくなっちゃうんですよね。でも音量を上げすぎると、お世辞にもいい音とは言えないので、つまりあんまり騒がしいような、屋外とかではこのイヤホンはあまり活躍しません。性能、機能面で切り離せないのは、専用のアプリケーションがストアにありますんで、スマートフォンでサウンドピーツとね、アプリストアで調べて、専用のアプリをダウンロードしてください。そうすると、このイヤホンの機能、性能がね、フルに活かすことができます。会員登録などの設定を済ませると、こんな感じでメイン画面出まして、LR のね、電池残量とかも、見ることは当然できるんでございますけれども、中に入っている機能としては、聴力を測定するような機能ついております。まあ、陰塞中の原因を測るというか、このイヤホンをつけた状態です。でですね、各周波数がどのように聞こえるかっていうのを聴力測定して、それに合わせてイコライザーをこうアダプティブに自分に、個人に変化させたようなイコライジングで音楽を聞くっていうこともできます。とはいえですね、先ほど話した通り、このイヤホンの特性としては低音が苦手です。形状上。で、その形状上、低音が苦手な状態で聴力を測定したら、ほとんどの人は多分低域を持ち上げないとうまく聞こえませんねっていう結果になると思うんで、低域強調に、振られる場合が多いんじゃないかなと思うんですけど、低域を強調しすぎてしまうと全体の音が崩れてしまう。そういう状態になりうるので、僕はね、このアダプティブに試してみたんですけど、あんまり、いい音質だなというような感想は持ちませんでした。もしですね、標準の音量よりも、音質変化を楽しみたい場合であれば、プリセットの、設定を選ぶ方がいいのかなと思います。低域がもし物足りないようであれば、低域強調とかっていうプリセットを選ぶと、低域が持ち上がって、ちょっとバランスが取れたような感じに聞こえる場合もあります。あとは、普通にね、イコライジングで各周波数を自分でマニュアルに設定するということも可能です。他についている機能で言えば、ゲームモードっていう機能がついておりまして、これ何かって申しますと、無線通信で電波を送って音に変換している以上、遅延が発生してるんですよ。で、その遅延をなるべく少なくするモードだと思われるんでございますけれども、実際に、ね、YouTube の、音楽を聴いてですね、そのリップシンクでもって、どれぐらいちゃんと遅延がなく入ってるかなっていうのを調べたんでございますけど、ちょっとほんのりワンテンポ違うかなっていうようなぐらいで、もしかしたらそれは僕のプラシーボかもしれないです。ちょっと自信がないですね。どれぐらい違うかっていうのは。まあ、変わったとしてもほんとコンマ001秒とか、多分そういう世界の、レベルでちょっと速くなる遅くなるみたいな、そういう問題かなと思います。はい。ということでね、このイヤホンですね、数日間結構フルに使ってみたんでございますけれども、一番の感動ポイントはやっぱりつけてることをね、ちょっと忘れてしまうぐらいつけ心地がもうなんかゼロみたいな感じなんですよね。ほんと、耳の穴にこう物を埋め込むって結構、違和感が強いんですけど、これはただ耳の上に被ってるというか、被せてるぐらいの感じなんで、全然つけ心地がとっても軽いんですよ。なんで、その地声の閉塞感っていうのもないですしね。基本的にね、これ耳の穴に耳栓とかして
しまったり、イヤホンとかすると、自分のこの地声っていうのが、頭蓋骨の中でね、こう反響しちゃって、変に聞こえるっていう現象、みんなが経験したことあると思うんですけど、それが皆無です。全然自分の声はもうそのまんま耳の穴からスッスッスッって逃げていく、まるで何もつけてない状態と何も変わらないので、かなり使い心地的には楽なんだと思います。それに加えてですね、音声通話ですとか LINE 電話っていうのもちょっと試してみたんですけど、これに関してはね、目の前で僕がこう掃除機をかけながら電話しても、掃除機の音が一切向こうにね入らないぐらいの強いノイズキャンセリング効果があるみたいで、かなり相手にはクリアに音が入っているようです。それに加えて自分が喋る声の閉塞感が自分自身に来ないということなんで、かなりこう電話専用機としてはすごいいいんじゃないかなと思います。逆に苦手な環境としては、ラーメン屋さんでね、ラーメンをすすりながら、YouTube を見るのに一回使ってみたんでございますけど、ラーメン屋さんって結構騒がしいじゃないですか。へいお待ちみたいな、なんかこう調理してる音とか、店員さんが喋ってることとか、いろんな音、周りのざわざわもいっぱい拾うんで、そういう環境では、正直ね、聞きづらいです。周りの音、シグナルノイズ比が高くなっちゃって、自分のその聞きたい音楽とか、YouTube の音っていうのが、すごく弱く感じてしまって、聞きづらくなると。で、音量を上げればいいじゃないということで、音量を上げるんですけど、音量を上げると、なんせその開放型のイヤホンですから、自分の音がね外に漏れてるんじゃないかっていう、なんかちょっと恥ずかしさ、羞恥心みたいなのが出てきてしまって、あんまり音量をむやみやたらに上げて、なんかこうシャカ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 みたいなのがこう周りに聞こえたら、ちょっと申し訳ないなとか、そういうのをちょっと考えたりして、なかなかちょっとね騒がしい環境で使うイヤホンではないなという、結論ですね。あと、こういう時に使ったらいいなっていう提案でいくと、お家の中とか、まあ屋内でですね、音楽、YouTube とかね、Spotify でもいいんですけど、音楽聴いてて、ちょっと自分でも歌いたくなる時あるじゃないですか。車の車内でなんかね、カステで鳴った音楽をこう自分でこう一人カラオケで口ずさむみたいなやったことある人は絶対いると思うんですけど、それがすごい快適です。地声の閉塞感がないから、なんかもうモニタリングイヤホンじゃないですけど、一人カラオケイヤホンとしては、ちょっと最高に、楽ちんで気持ちがいいなというね、付け心地が軽いがゆえの、僕のなりの使い方で編み出したのは、そういうのいいなぁなんて思ったりしました。はい、ということでね、今回はサウンドピーツのイヤホンですね、ご紹介だったんでございますけれども、こちらね概要欄にリンク貼っときますけど、なんかねAmazonで見たらもう何パーセント引きになって、さらに400円分のクーポンも使えて、で今回僕サウンドピーツさんにもらったさらに 5% 引きのクーポンとかもあるみたいな、それ全部併用できるらしいんですよ。なんでもともと値引きされてて割引クーポンあって、さらに今回の僕の 5% オフクーポンがあるので、それをね全部総合してしまうと本当に、5000円切っちゃう？切っちゃいはしないかな。でも本当4、5000円、6000円ぐらいの金額で、この、イヤホンが手にできるということでね、本当にコスパ抜群ですんで、もしそういう開放型のイヤホンを探しているような方、ぜひですね、リンクの方をご覧になっていただいて、一度手にしてみてはいかがでしょうか。ということでね、どうもご視聴ありがとうございました。じゃあな。Seen a lot of change, been through a lot of days. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.